さん、こんばんは。お盆休み3日目スペシャル。今日は初めてブルグミラーの家路につく牧道をお届けします。ゆっくりと初見力に読譜力を身につけることで必ず弾けるようになります。間違いながら上達するのです。完璧な人は最初からいません。ミスや間違いを重ねて初めてできるようになるのです。今日は初見で弾いてみましたが、皆さんも少しずつ自分を信じて、できるよ、私なら大丈夫よという気持ちでリラックスしながら弾いてみてください。先生も肩や手首の力を抜いて脱力を意識して弾いております。音のダイナミクスにペダルの踏み替え、実に多彩な奏法、音楽用語を理解して弾くのと、ただ漠然と弾くのとでは全く違ってくるんです。ピアノ上達には小さなことをコツコツと、納豆機能ぜネバネバネバルくのようにじわ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 、継続は力なりという言葉があります。先生もまだまだミスを重ねて初めてできるようになるんです。お盆休みスペシャルでございました。それではまたババギーン、お盆休みももうあとわずか。先生も毎日よく練習しております。皆さんは遊んでのんびり楽しい夏休みの思い出を作ってくださいね。バイバイキーン。